すごく本当にまんめきでまあ一番はやっぱり言葉の壁っていうのがすごくでかくて私何よりもみんなに心配されたのが仰天日本語もあんまりできないのにあっちで英語丸英語喋れるって <laughs> すごい <laughs> 心配すごいされてみんなにもスタッフさんとかにも「大丈夫仰天」みたいな。 そうあっちはあのすごいいろんなねえ方がいるんです基本的に中国語マレー語英語がえっと言語になるらしいんですけどもまあ多分メンバーになるメ,メンバーとかねそれいも仕事で関わらせていただく方々は多分マレー語になるのかなまあまあ共通としては英語になると思うんですけどもそうですね本当に そうですね言葉は本当に勉強しないといけないなってもう勉強なんて何年ぶりだろうってそれこそ大学生ぶりに勉強するのででも,も英語は高校生ぶりですね、はい、高校生の時ぶりなのですごくそこはとっても不安な部分は大きいんですけどももうそこは自分の努力だから本当にあっちに行ってから今まで以上に努力しないといけないことが たくさんあると思います本当に言葉コミュニケーション取れないのが一番やっぱりあっちのメンバーとも仲良くなれないしファンの人ともコミュニケーションすることができないからそこが一番大きいと思う多分歌もあっちの言葉だから発音とか難しいかもしれないんだけども頑張って今まで以上に努力して頑張っていきたいと思いますだから。 もし、私が、ペラペラになってたら、本当にみんな <laughs>、褒めてください。頑張ります。本当に、英語、英語をね、びっくりするが読めないから、本当にね、<laughs> 頑張ります。結構、本当に。ね、あと、何が心配かって、日本語もまともに喋れないのに、あっちに行って他の言葉を勉強するじゃん。 日本語大丈夫って。なんか今まで以上に日本語喋れなくならないでねって。でも一応、日本人メンバーもいっぱいいるんだよ。多分、普段の会話は日本語になると思うんですよ。その日本人メンバーと喋る時きに日本語になると思うんだけども、うん、ね、大丈夫って、そう、めっちゃそっちの心配すごいされちゃって。うん。だけども、頑張ります。意外に脳天気なの、この、えー、へへへみたいな感じを知ってる。 そのななんだろうなスタッフさんの人たちも、まあ、普段私がこうメンバーだったりとかスタッフさんとこの喋ってるこの雰囲気感をしてる人たちはファ,ンのファンの人じゃなくてマネジャーさんとかスタッフさんとかは何だろうなんかその持ち前の明るさとそのなんかえー、へへへっていうのがあれば向こうでもすごいなんかやっていけそうみたいな。 あとボディーランゲージでかいんでんその辺はすごいあのこのジェスチャーでつな通じるんじゃないって言,ってあの言われたので、はい、そのこの持ち前の明るさというかこのなんかいい意味でポンコツというかいい意味でえー、へへって感じのまんま行ってあっちの国のあっちのねファンの皆さんだったりメンバーと仲良くなれたら嬉しいなって思います。 なん、ね、当にあのー、自分のあの本当にこれだけ言っとくんですけどなんかすごいよくない憶測とかが飛び交っていると思うんですけども私は私たちは違うのでどうにもあんな気に頑張ろうみんな3人 AKB グループからは3人ずんちゃんとはーちゃんと私で行ってきます私は アイドルをやめるわけではないのでまあ感じ方はね人それぞれだと思うので大好きなアイドルを場所は違えど違う場所で頑張りたいと思います。